源の常元は平安時代中期の皇族、武将。常元流、清和源氏の初代。方言物語によれば、父は清和天皇の第六王子、貞澄親王で、母は右大臣、源、義有の娘。皇族に席していた時、六、孫王と名乗ったとされるが、当時の文献には見られない。巨漢は六宮とも八条五所とも言う。 大城大臣、藤原忠平の知性家の上兵8年、武蔵助として現地に赴任する。同じく赴任した武蔵ゴン沖陽と共に赴任早々に研中を実施すると、在地の豪族である足立軍事で、反大官の武蔵武芝が、正藤国士の赴任以前には、研中が行われない慣例になっていたことから、研中を拒否したために、常元らは兵を繰り出して、 竹島の軍家を襲い、略奪を行った。この話を聞きつけた、下佐国の平野正門が紙兵を引き連れて、竹島の元を訪れると、常元らは妻子を伴い、武装して、引き軍の恐怖山へ立てこもった。その後、沖王は山を降りて、武蔵国府にて、正門、竹島らを隠蔽したが、常元は不服であるとしてなお山に泊まった。府中では、 双方の和解が成立して主演が行われていたが、その最中に竹芝の兵が勝手に、常元の栄章を包囲する。常元は、正ドらに殺害されるものと思い込み、慌てて京へ逃げ帰り、正門、沖洋、竹芝が無本を共謀していると朝廷に布告した。しかし正ドらが、上平9年5月2日付で、日立、下佐 下付、武蔵、上野五カ国の国府の、無本は、事実無根との証明書を、藤原忠平へ送ると、正門らの申し開きが認められ、逆に詰本は残言の罪によって、左衛門の府に抗禁された。天行二年十一月、正門が日立国府を占領、その後も次々と国府を襲撃、占領し、同年十二月に、上野国府にて、新能を占勝して勝手に、 万能諸国の地目を行うと、以前の布告が現実となったことによって常元は晴れて放免されるばかりか、それをこうとみなされて、十五石下に除せられた。その後、政党大将軍、藤原忠文の副将の一人に任せられ、正門の反乱の平定に向かうが、すでに正門が追悼されたことを知り帰京。天行四年に追武共属士となり、小野義古と共に、 藤原住友の乱の平定に向かうが、ここでも、すでに皇子によって乱は鎮圧されており、住友の家来桑原制行を捉えるにとどまった。武蔵、品野、筑前、田島、伊予の国司を歴任し、最終的には、鎮守府将軍にまで上り詰めた。晩年、親戚降下を命じられたことに憤慨していたというが、同時代の藤原忠平の日記、 平神後期の天行2年3月3日付に、源の常元、武蔵のことを告げ言う。と記されているのもあり、常元が果たして皇族であった時期があったかどうか疑問誌もされている。ただしこの記述については、ただの子、藤原さ頼よりが小録した際に原生を書き入れたと、する説もある。直線歌人であり、周囲は歌集に二種が再録されている。 着手の源の三中が混流したという六、孫を神社に祀られている。上岸殿月下を仕留める源の常元、尊貴文脈等によると、常元の孫とされる、源の頼信が、本田八幡宮に建て祀ったという国文の写しが、岩清水、八幡宮田中家文書の中にある。それによると、源の頼信は、八幡大菩薩すなわち、王人天皇を、自らの、 二十二世の始祖であるとして、先人新発、その先常元、その先元平親王、その先、妖精天皇、その先、聖和天皇、と、自らの層列記している。これに従うと、常元の父は、聖和天皇の御子さだすみではなく、妖精天皇の御子元平親王となる。この文書が、明治三十年代に発見されると、いわゆる、聖和源氏は、 実は、陽性源氏ではないかとの説が、星野久氏によって唱えられた。星野説は、その後目殺に近い扱いを受けたが、昭和40年に、竹内理蔵が支持すると復活し、現在も星野説を支持する研究者がいる。しかしこの文書は写本であり、国文の理念に構成したと正し書きがあることから、信憑性を疑う向きもある。また、国文の内容は、 河内石川省の相続順序に過ぎないとする説や、若くして、父さだ親王が皇居したため、叔父の養成条項の有志となったとも言われている。12世紀初めに書かれた、大鏡が、武家源氏を、聖和天皇の末としていることもあり、なお旧説で良いとする人もいる。日本歴史学会賞を受賞した、藤田かのの論文、源の常元の出自と、源の頼信国分」は、 源の頼信国分が、後世の偽作であるとして、常元は定住神皇の子であり、その弟に、共中がいるとした。尊卑文脈では、大和元年に45歳で即居したとあることから、逆算して少年は、演技17年生まれとなる。また、直線作者部類には、天徳2年に同じ45歳で即居したとある、ことから演技14年生まれとされているが、いずれも、長男、 三中より後に生まれたことになる。ケ図ズ用には、官票9年2月12日生まれとあり、もしこの説が正しければ15歳の時に三中を設けたことになり、妥当にも思えるが、今度は二世源氏でありながら40歳を過ぎても5位にも女性られなかったことになり、不自然であるほか、同所は、 幕末期の変産物であり単に矛盾に気づいた、経図家などが手を加えた産物である可能性があるから、通常の歴史学の手法による限りこれを根拠とすることはできない。その他、諏訪家府では、官表2年2月13日生まれ、一本、武田経図では、官表5年6月10日生まれともされている。生は現時の祖でありながら、歴史の表舞台に登場したのがわずか7。 八年に過ぎないこともあって正確な生没年は未生である。戦術の藤田かノは同論文で、定住新能の没年とこの源の三中の青年から遅くとも縁起元年には生まれていたと計算した。怪しい鹿を射止める源の常元、月岡義人施策。ありがとうございます。